うん、なんかちょっとお腹がふっくらしてきたかなって感じ。下痢しなくなったからですかね。うん、多分そうだと思う。栄養をちゃんと取れるようになったんじゃないの。やっぱりあのエビオス効くよね。うちもたまたまね、あのビオフェミリン飲ましたんだけど、全然効果がなくて、消化が良くないんだろうと思って、結構そのまま出てくるから、それでエビオスを飲ましたの。そしたらすごい調子良くなったから。よかった、聞いて、ね、ビオフェルミンはね、あの以前からあ、そうそうそう、お医者さんでもね、うん、出してくれてるけど、あれは消化剤じゃないからね、あ、調整剤だから、あ、だからやっぱり消化を助けるっていうんではエビオスが一番、うん、美味しいし、美味しいですかね。あれビール酵母だから、はい、ほろ苦くて、俺重症じゃ効かないんだよね、自分で飲む。もうボリボリ食べ過ぎて怒られたことある。だからダッシュなんかもあのエビオス出すと大喜びで食べてる。エニもそうでしょ。そうですね、餌に一緒に入れちゃってるんですけど。あ、そうなの、うちあの後からやるようにしてね、 おやつみたいに。あ、結構喜んで食べる。さあ、はい、じゃあね、ありがとうございました。あ、じゃあ向こう、はい、一緒に行こうか、途中まで、うん、一緒に行こう、歩きながら。